フランク・チャールズ・カールッチ3世は、アメリカ合衆国の政治家。ロナルド・レーガン政権で、第18代国防副長官、第15代国家安全保障問題担当大統領、補佐官、第16代国防長官を務めた。1930年10月18日に、ペンシルベニア州スクラントンに誕生する。1952年に、プリンストン大学を卒業した。 同年にアメリカ海軍に志願し、2年間将校として軍務に就く。1956年にハーバードビジネススクールを終了。同年に国務省に入省し、南アフリカ共和国、コンゴブラジルなどに勤務する。1961年にはコンゴドーランカのコンゴ民主共和国でアメリカ市民を救出する CIA のミッションに関与している。 リチャード・ニクソン政権が発足すると、キャスパー・ワインバーガー保健教育副市長官の下で、アメリカ合衆国保健教育副市次官を務めた。1974年に駐在ポルトガル大使に任命され、1977年まで赴任した。1978年にアメリカ中央情報局副長官を経て、1981年2月4日に国防副長官に就任する。 1986年12月2日に国家安全保障担当大統領補佐官として大統領府に入る。1987年11月23日にワインバーガーの国防長官辞任に伴い公認の国防長官に就任する。カールッチの国防長官就任にあたってはアメリカ連邦議会上院は賛成91票、反対1票の圧倒的多数で承認された。 国防長官としては、前任のワインバーガーと比較して、ソビエト連邦に対してはそれほど強行路線を取らなかったとされる。カールッチは、プライベートエクイティファンド、カーライルグループの会長を一時期務めていたほか、以下の企業の経営に加わっている。またカールッチは個人向け警備会社である、バッケンフード社の重役であった。この他にも g にサテライトソリューションの諮問委員や、 米大商業協会会長を務めている。カールッチは保守系、シンクタンクのアメリカ新世紀プロジェクトの会員である。また、中東政策評議会、ランド研究所などのシンクタンクにも参加している。2006年1月5日にホワイトハウスで行われた、ジョージ・ W ・ブッシュ政権の外交政策に関する会議に、歴代の国務長官、国防長官経験者の一人として参加している。 2018年6月3日にパーキンソン病の合併症のためバージニア州の自宅で亡くなった87歳であった。ありがとうございます。